201号室の屋根裏。201号室の屋根裏とは、2人で暮らす女同性カップルがゆるい会話をだらーっと垂れ流している場所です。もしよろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。はい。最近どう？最近どう？そういえばさ、先週、今年初のホームパーティーやったじゃん。やったね。いや久しぶりで楽しかったね。楽しかった、でもうご存知の方も多いかもしれないけど、YouTube もやってる、ナルジェニカップル、なるちゃんとジェニーが遊びに来てくれて、そうね、去年初めて、家じゃない場所でね、外で、食事とかしたのが初めてやって、でこの間はついにうちに来てくれてね、ホームパーティーしたね。すごい楽しかった。いや盛り上がったね。いろいろさ、7時間ぐらい結構喋り続けたよね。でも話も尽きずにお酒も進んで楽しかった、次は最近2人引っ越したみたいだからね、新居にお邪魔して、またパーティーしようねっていう話もしてて、そうだね、めちゃくちゃいい時間だったね。いい時間だった、でさ、せっかく2人が来てくれるっていうことで、ラジオをね一緒に撮らせてもらったから、 それを近日公開できたらなっていうふうに思ってるんだけど、盛り上がりすぎて、もうさ途中でラジオ撮ってること忘れて普通に喋っちゃってたから、もう2時間以上話したよね。だからもう前編後編になるのは確実なんだけど、もう下手したら前中、こういうのってなんていうの、前中後かな三部構成になるかもしれないぐらい。しかもめっちゃいい話してくれて、そうなかなかねいつもさ我々の話しかできないけど、そうじゃないこう他のカップルのねいろんな話を聞けたのは楽しかったね。だからぜひ楽しみに待ってていただけたら嬉しいです。嬉しいです。ということで、今日は何の話をしたいかというと、ででん、自炊。ででん、どっちも言わないんだ。ドゥドゥン、自炊したくない時の話。イエーイ。っていうのもね、年末もしかり、あともうすぐ年度末ということもあり、ちょっとほら世の中も私たちもバタバタしてたり、皆さんもそうだと思うんですけど、自炊したくない時、自炊したくないっていうかもうできない時ってあるじゃない、あるあるある。で、我々のこのルーム201っていうチャンネルは普段の Vlog で結構自炊とかさ、お家のご飯とかっていうのを割と発信してるけど、だからこう割と友達とかからさ、ちゃんとご飯作って偉いよねとかって言われるけど、結構外食も好きだし、もちろん自炊が基本ではあるけど、外食2人とも大好きだし、そう、もう本当にデリバリーとかもね、よく大好き頼むから、なんか今日はねそういう時のお話ができたらなって思ってこのテーマにしてみた所存です。でじゃあまずどんな時面倒かっていうことなんだけど、やっぱりバタバタして忙しい時って、なんか作るの面倒くさいし、なんか、みたいな感じになって、もう疲れちゃうから、やっぱり外食したくなるよね。そうね、でさらにさ食材もなんかもう中途半端に絶妙にないとかさ、あこれやったら簡単にこれちゃちゃっとできたかもだけど、もうないからもうそれその選択肢ないし、あと逆に私が八百屋さんで働いてるから、お野菜はいっぱいあるけど、お野菜ってさ基本的に調理をそうだね、しないと食べれないものとかもあるから、そうするとあこれ全部下ごしらえしてやるのかってなると、逆に、あしんどい外食しないみたいな時はあるね、あるあるある。でしかも私に至っては、もう本当に仕事忙しくなるとマジで何ももうその時はさもう瑞希ちゃんがご飯をいつも作ってくれてるから、もう本当にさ外食とかデリバリーって時はもうさ、要は、みずきちゃんもダメな時ってことだよね。ああ、そうだね。私は基本ダメな時いっぱいあるんだけど。だけど、そこでなんとか自炊を保ってくれてるのはみずきちゃんのおかげ。そう。でも、
もうその最後の砦の水木ちゃんもダメになった時にもうとかまあなんかいいことがあったりからしようとかはもちろんあるけど、ね、今日頑張ったからとかはそうそうそうあるね、うんうん、っていう感じかな、うんまあ、あとあの生理とかで体調がもう何もしたくねえみたいな時ってあると思うんだけど、うん、そういう時とかもね、うん、そういう時はさ外食よりもやっぱりウーバーにしたくなっちゃう ね出るのもめんどくさいし、うん、そうそうそうなのになんか食欲はあるみたいな、うん、そういうねあるよね、うん、あるある2種類、うんでまあ、そうじゃあいざ外食なり、うん、デリバリーしようってなった時に、うんまあ、どういう風に選ぶか、うん、我々のさ、うん、もう毎回やるくだりがあるんだよねあるあるどっちかがどっちかに近づいてきて、うんうん、一旦さ、うん、いや別に頼むとかじゃないけど、うん、トリマーウバ見るだけ見てみる見るだけだようんみたいなの絶対やるよねそうでアプリ開くのね、うん、そうまあ、でもさ実際さ実際そこでウーバー頼む率、うん、3、4割じゃない？そう低いんだよねでもそこからヒントを得るよね、うん、ヒントあえ待って、うん、餃子美味しそうみたいな、うん、あるじゃんみたいなのもあるし、 そうそうあるしでさ今はちょっと東京の郊外に引っ越してきたっていうのもあるし、うん、以前はその高円寺に住んでたから、うん、めちゃくちゃお店があったんだよねめちゃくちゃあったねそうでも今はやっぱり一面なわけでそうそうそうあまたここかみたいになると、うんうん、うーんっていうので、うん、なんだかんだ開いたもののちょっとインスピレーションを得て頼まないっていうのが実は多いね、うん、そうだね、うん、あとウーバーやっぱさリアルに配送料とかさそうねその辺が結構かかったりもするから、うん、でそこまで別に食べたくないならってなっちゃうよね、うんうんうん、っていうのはある、うん、でまあそこからなんかこうインスピレーションを受けて、うん、待って肉食べたくない？え、わかる焼肉いっちゃう、うん、みたいなんとかあるね多いねうん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 それかもそれもめんどくさくて、うん、お家から近い、うん某コンビニエンスストアそうだねまあファミマなんだけど、うん、ファミマあんまりお弁当美味しくないよねって言いながら、うん、じゃあ行ってみるかって言って、うん、大体カップラーメンとかそうそうそうになることが多いかな、うんうん、多い多いで外食の時はさどうやって選んでるっけ、うん、でも家から外食に行くってことあんまないかもねどっか出かけてて、うんうん、お買い物した帰りとかにもうちょっと時間的にもあれ遅いし今から作るのめんどくさいねってなって確かに食べて帰ろうかみたいなのかあの水木ちゃんのお仕事、うんうん、私は家で仕事してるからなんだけど、うんうん、仕事終わりに合わせて待ち合わせてご飯食べて帰ろうかとかっていうのはあるね、うんうん、そうね、まあ、私が駅の近くで働いてるから、うん、その周りにはね結構お店があるからそ う, そ, う、うん、そういうのが多いかも多い、うん結構リピートしちゃってるのが、ね、町中華ねいや本当に我々の大好きなとこがあんだよね結局何が多いかってなると、うんまあ、今寒いっていうのもあるんだけど、うん、一応2人でお散歩がてらね、うん、回るんだよね町を、うん、でいくつか候補をなんか決めつつチェックとか言いながら歩くんだけど、うんうん、結局一番好きな町中華に行きたくなっちゃってそうねあそこ本当に美味しいよね一番行ってんじゃない近所のとこでリピート率半端ないよね、うん、結構新しいお店にも挑戦したいタイプの私たちだけど、うんうん、でもねそこが美味しすぎて、うん、期待を裏切らないんだよね、うん、だからそこが多いかな多いね、うんまあ、あとは焼肉結構多いかもね好き、うん、月に1回は行くそうね自転車でさ、うん、下手したら30分ぐらいかけて、うん別にさ電車とかバスとかでも行ける距離なんだけど、うん、あえてね、うん、その気分を高めるために自転車ではるばる行って、うん、食べてとか焼肉多いね焼肉多い焼 肉, は肉を欲しがち、うん、大好きだね大好き大好き、うん、とあデリバリーだと、うんまあ、さっきウーバーそんなにって言ったけど、うん、結局まあ頼むってなると多いのはやっぱ韓国のチキンかなそうねしかもさ最近ちょっと美味しいところを見つけちゃってさそうなんだよそうなんだよしかもまだ新しいお店なのか結構お得にさ一つ頼んだら一つ無料みたいなのをよくやってくれててそうそう、うん、それやってる時は
頼んじゃう、うん、しかもだいたいさ生理とか疲れてる時とかってやっぱすぐ、うん、行きたくなるじゃない、ね、うん、でただのチキンじゃなくてさ、うん、ちょっとパウダー系がちょっとハニーチェダーチーズのパウダーかかってるのね、そういうちょっともうジャンキーなのは頼んじゃうね、あそうこれこれこれみたいな、そうなんかさ前も頼んでたとこあったんだけど、うん、そこがたまたまなんかちょっと配送量高いだか、うん、遅いだかで、うん、じゃあちょっと今日ここのチキンや試してみるって頼んだのが、うん、なんか骨付きのやつでね、うん、すごい美味しくてうまっってなってそっからそっちになっちゃったね、3回ぐらいその後リピートしたよね、うん、なんだかんだで、うん、いろんな3種類ヤンニョム、うん、とその チェダーのやつとあとハニーバターっぽいの頼んで、うん、どれも美味しいよね、うん、美味しかった、うん、チキン多いですね、チキン多い、チキン、うん、すごいジャンクだね、チキン、うん、焼肉、中華、うん、大好きかな、あとさ、うん、ちょっと番外編だけど、うん、最近その私が体調が悪くて、うん、あるお薬の治療を始めて、うん、まあ、それですごい具合は悪く、あ、ごめん、具合すっごい良くなってるんだけど、うん、いくつか副作用があって、その中の一つにちょっと食欲が減退するのがあって、うん、もう昔私の人生ってもう食べることがモチベーションだったけど、うん、昔に比べてちょっとそのモチベーションが下がっちゃう、うん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 、特に生理前とかだと、まあ、昔の、うん、昔、うん、の普通ぐらいは食べれるんだけど、うんうん、生理終わったりとかするとちょっと食べれなくなっちゃうと、うん、別にその食べたいモチベーションがないから、うんうん、作るのもめんどくさい、別に食べたくないから、うん、ってなると最近プロテインと無調整豆乳と甘酒を混ぜた、前ちょっと Vlog でも出したんだけど、うん、オプティマムファスティングっていうやつでいいやみたいな、うんうんうん、最近あるよね、確かに前絶対そんなことなかったじゃん、うん、もう絶対もう食べたいからみたいな、うん、でも今は食べて片付けるの考えるともう食べるのめんどくさいから食べなくていいやって、でも栄養取れないし、うん、まあ一応頑張って飲むか、うん、みたいなのはちょっと最近番外編だけど、うんうん、自炊したくない時はでもさ、も何も取らないより全然いいよね。いいよね。うんうん、タンパク質も取れるし。しかもさ、PFC バランスもすごいいいし、うん、すごいと。なんか下手にちょっとお菓子ちょっとだけ食べて、うん、何も結局食べなかったよりはそれの、うん、腹持ちもまあまあ結構ねいいじゃない、うん。量も多いから、うん、合計400ml ぐらいかな、うん。だからすごく腹持ちもするし。おすすめじゃない、なんか確かに時間ない時とか何も食べたくない時、うん、確かにバランスいいからね、それ飲むだけでも多分体的にはいいんじゃないかな、うんね、うん、でも以前はそんなこと絶対になかったから、うん、最初はびっくりしたけど、うん、でも今はもうそれが新しいルーティーンになったから、うんうんうん、生理前とか生理中はしっかり食べてみたいな感じかな、うんうんうん、そうだね、うん、うん、でなんでこの話してるかっていうと、うん、今日もなんか外食したいねみたいな、そう、まあ、ちょっと私も今ねちょっと生理真っ只中になっちゃって、うん、なんかもうで私はちょっと珍しく忙しかったから先週、うん、パワーつけたいなっていうのでパワーパワー、うんね、結局今のところ焼肉ってなってるんだけど、うん、いつも焼肉ってなってるよね。いつも焼肉だよね。好きだよね。寿司とはならない。そうね。たまに。たまになるか。なるけど、基本、うん、もう肉。肉だね。肉大好き。大好きだね。しかも我々赤身が好きだよね。そう、そこもあってよかったよね。うんうんうん。うん、この間もさ、すごい頑張った時に、二人で肉の万世に行って、うん、すごい高いサーロインを食べたんだよね。すごい高いかは分かんないけど、まあまあちゃんサーロインそれなりの、うん、ちょっとまた持っちゃった、うん、それなりのサーロイン、うん、ステーキといえばサーロイン、でも最初に多分我々赤身の方が好きだよねって言ってたんだけど、うん、なんかね、そうせっかくだからなんか写真に釣られたのもあるし、うん、なんかね、そしたらね見事二口ぐらいでうっ、最初の一口すごい美味しかったよ。最高。そこがもうピークだった、ね。ピークだったっていうのもあって、やっぱり味的にもね、うん、赤身大好きだし、大好き大好き、やっぱり我々は赤身だなって
思った日だったんだけど、うん、そうだね、うん、今日行けたらいいね、行けたらいいね。それか今日はちょっとね、ブランニューチムニタさんお仕事が忙しいから、うん、まあ明日でもね、うんうん、行けたらいいなっていう感じです。忙しい時こそ行きたいんだよね、それね。なんかさ、ほんと仕事だけうわーってやってさ、うん、あー疲れたってなって、そのままなんか一日が終わるって、なんかすごい悲しくなるタイプなの、うんうん、まあどうしてもそうなっちゃう時も多いんだけど、うん、もう気がついたらこんな時間みたいな、うん、でもなんかね、こう一個ご褒美的な目標があるだけで違うじゃない、うんうん、あとさ、その忙しい時に私がちょっと非日常的なご飯を作ったりすると、うん、すごい喜んでくれて、うん、そのできたよって作業部屋に呼びに行って、うんうん、机を見た瞬間もすごいわーってなってくれるのがすごい好きで、うん、頑張っちゃう、うん、そう、あの脱線するんだけど、このなんていうの、苦笑い、何、作り笑い、愛想笑い、うん、愛想笑い、我々の中で最近流行ってるんだけど、うん、っていうのも友達の息子、うんうん、まだ4歳ぐらいかな、うん、なのに愛想笑い、作り笑いを覚えて、ね、そう、この間3人でね、公園に行ったの、そのこと、うんうん、お母さんがちょっとインタビューをねしてて、忙しかったから、ね、そう、忙しかったから、うん、したらなんか急にハッハッって我々の話にし始めて、うん、え、話の意味わかるのって言ったら、わかんないよって、いつそんなの覚えたのって思ってから、うん、ちょっとそれ我々も真似して、ハッ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 、以上です。以上です。っていう感じで、うん、ね、みんなはどうなんだろう。ね、なんかめんどくさい時、うん、これだったら超簡単に作れて食べれますよとか、いい、ね、うんうん、なんかこうウーバーなんかこのデリバリー美味しいとかなんかあったらね、そうだね、教えていただけたら嬉しい。うん、あとさ、うん、最近ブランニューチムニータのさ両親がさ、うんうん、あのレトルトのさ、うん、あれなんて言うんだっけ、西錦屋キッチンみたいなやつ、ルーローファンとか、うん、ガパオとか、うん、チゲとかの送ってくれて、うん、るやつね、それめっちゃいいね、美味しいし、うん、もう温めるだけでさ結構本格的な味がしたよね、うんうん、美味しかった、うん、だからそういうのもおすすめだね、確かに、うん、時短、美味しいし楽だし、美味しいレトルトとか、うんうん、ね、おすすめのレトルトとかねあったら教えてほしいなって、うん、教えてほしい、思います。はい、はい、皆さん忙しいと思いますけど栄養はちゃんと本当にとって、あとでも無理せず心の栄養もね、そう、たまには好きなもの食べて、うん、ね、心も健康にいた方がいいから、うん、ね、その時はもう健康なんかどうでもいいわと思いながら食べてね、そうそうそう、うん、大事、うん、バランスとっていけたらいいですね、いいですね、はい、はい、じゃあここまで聞いてくださった方ありがとうございます。さしっせそよあめでお送りしました。また次回も聞いてくださったら嬉しいです。それではまた。